深夜にリハマカローニラーティックを作ります。材料はこちら。まあ言うなればフィンランドのひき肉を使ったグラタンです。玉ねぎを一つみじん切りにします。卵は二つ割ります。牛乳とコンソメを入れたら軽快に混ぜましょう。ブクブクしている水に塩を少し入れ、マカロニを茹でておきます。その間にソイ、色が変わるまで炒めたら玉ねぎを入れて塩コショウ、ナツメグを少々入れます。玉ねぎがしんなりするまで炒めたら茹で上がったマカロニを入れ軽く混ぜます。耐熱皿にバターをぬりぬりします。炒めた人たちを耐熱皿に詰めたら、さっき混ぜ混ぜしたミルクを注ぎます。最後にチーズをバカみたいに盛りましょう。あとは180度のオーブンで30分焼き上げれば完成さ。ああ、いいっすね。リハマカローニラーティッコは大根を愛するものという意味です。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いいたします。ライブ配信の日が決まったのでコメント欄をご覧ください。